100歳会、今日もまた元気よく、今日はですね、ちょっと曇り空ですけども、前週と比べて雨は降らない、なぜかというと、今日は月始め、そうです、我々のアイドル、そして晴れ男の黒沢さんがいらっしゃるから今日は雨が降らないんじゃないかということで、その黒沢さんと同じように100歳会のアイドルの、千里さんですか、のコンサートがここにあるということですね、こちらの方よろしくお願いいたします。26日みたいですかね、ということで、早速、黒沢さんの歌声で皆さんをチアアップしていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いや、100歳会に参加している、皆さんはこんな元気じゃダメなんです。俺オーディション受かりませんよ。100歳会、もう一回いきます。100歳会にお集まりの皆さんこんにちは。そうなんです、人間やればできるんです、やっぱりね、大和魂、武道魂とね、そういうのをね、総裁が重んじておりますんでね、ぜひ元気よく、いきたいと思います。私も大病を患って、体がちょっとあんまり僕よろしくないんですけど、元気だけは人一倍持ってます、元気はね大事です。元気の源は明るくすることだと私は常に思っております。ですから今日も明るく元気にいきたいと思います。つまんない冗談を、ちょこちょこ言います、シャレも言います。つまんなかったら笑わないでください、面白かったら笑ってください、付き合わなくてもいいですから、しかしここのとこちょっと僕もねお休みさせていただいちゃって大変申し訳なかったんですけどね、YouTube で100歳会のニュースをいろいろ見てるとね、必ず総裁のファッションを私も見るんですけど、しかしね、こんなにも赤が似合うね、いやいい年してって言ったら失礼ですけど、そうじゃなくて、このお年に、ね、なってこの、赤が似合う方ってちょっと珍しいですよ。本当垢抜けてるんですよ。ね、いやいや本当にね、僕はね、うちのね、優しい嫁が、妻が、じゃあさっきおにおめって言ってないです。おりを取ったんです。みんなからに言われてね、ダメ黒沢さん、もうあんな優しいね、献身的な奥さんにおにおめって言っちゃダメって。で最近ね、おかげさまでね、優しい妻になりまして、優しい妻になると、優しいとちょっと物足りなくってつまんないんですよ。あ、今分かったかな。分かったかな。つまんない。そんなことでね、も何にも考えておりません。僕ははっきり言って、その場その場の出たフレーズで喋ってますんで、失礼があったらお許しください。はい、歌詞を、歌手でデビューして、56年目に入りました。その昔グループサンズブームがありました。昭和40年前後、私は1966年の、デビューで、また後ほどデビュー曲もやりますけどね、そんなことであっという間に、56年、が来ちゃったんですけど、はっきり言ってやることがないからやり続けてきただけのことで、他の仕事を考えたこともないし、やりたいとも思ったこともないし、なんて言うんだろう、なんて言うかな、本当にね、あっという間ですよ、50年過ぎるの、西山さんも長いでしょ、音楽歴、ずっと後輩ですか、私より。まだ、あれですか、先輩を立てなきゃダメですよ。西山さんも立派なね、音楽家でございましてね、そんなことで、今日も楽しく、私の芸能生活の中で、偉そうに言うわけじゃないですけど、先ほどの、寺内武史とバニーズというグループで、ね、デビューして、それの16年後に、なんと、ミリオンヒットの3レベル脇っていうの、ご存知でなかったですか、
いや、知ってました。知ってました。はい。あ、ありがとうございます。これ知ってなかったら、知らなかったら、もう、骨折丁寧に説明しようかなと思ってます。ね、あの、3年目のわけでね、あの時はね、1982年、私が34歳でした。まあ、の遅咲きですよね、34歳で。でも、おかげさまで、いきなり130万枚という、ミリオンヒットをね、生まれまして、まあその時短かったですけど時の人になりましてね、やっぱりね、あの芸能界でね、時の人になる時は一夜明けると時の人になるんですよ。あのその前ね、当時はレコードですからレコード発売しました。8月の21日、レコード業界って21日なんでね、なぜかしら8月の21日に発売されて、発売されても、まあ、全然みんな分かってないんですよ。テレビ出てないから。ところがそのもう半年前から、有線放送ガンガンかかって、地方行っても街頭有線がガンガンかかってて、3年目の動きは知ってんですよ。ヒロシ&キーボーっていう名前も知ってんですよ。ところが本人たちを知らないんです。なんと夜のヒットスタジオというフジテレビの番組を出た翌日、一瞬にして時の人でしたよ。外出て街歩いてたらみんなに指さされましたよ、いい方の指を。ね、いや、あの、いや、あの人、こんなにテレビってすごいもんだなとね、感心しましたけどね。さて、その3年目の動きを、またね、あの100歳会でも恒例になりまして、先月だっけ、歌っていただきましてね、あの、まあ、実力的にはまあまあでしたよね。はい、そんなことで、今日は、お二人、出てきていただいて、歌ってくださる方がいるということで、皆さん、拍手でお迎えください。あ、自分で歌詞作ってきたの？でも汚くて分かる、いいですか？こっちの綺麗な方がいいですよ。私が営業用ですからこれね。うまい、いいです。はい、どうぞどうぞ。失礼します。はい、この方はね、もう忘れもしない、100歳会で初めて一緒に3年目の浮気を歌った方なんですよ。もうね、あれから30年僕のね、なんと初恋の人と同じ名前で、マリコちゃんでね、マリちゃんでね、ビフォーは別として、ね、あの、いやいや、いや、ビフォーはね、あの、そのマリちゃんはね、モデルさんやってたんですよ。ああ、だから、ね、だからまあまあでしたよ。ね、あの、こちらの マリコさんもまあまあで、はい、はい、こちら初めてなんですよ。お名前聞かせてください。ともよです。ともちゃん、はい、ね、こちらがマリコちゃんで、マーボー、トーボー、マーボー、トーボー、天気予報。今日ね、ちょっとあいにくに曇りですけど、でも大丈夫です。少しね、帰る時間になったらね、少し日が差してきますよ。僕、晴れ男ですから。ね、さっき、大河さん。友也さんも、かつて芸能活動されてました。あ、その大したことないです。いやいや、さっきお話したけど、あの、なんか、ジャズだ、なんだっけ、あの、フラメンコ。それちょっとだけです。趣味で。はい、フラメンコちょっとだけ。はいはい、すごい上手ですね。え、いやだんだ。いやいや、だあの、やってみなきゃ分かりませんけど。はい、じゃあね、ベテランとしてマリちゃんが、ね、1番、麻婆で、逃亡が、2番、ね、終わったら一緒に逃亡しましょう。はい、それじゃあ、元気よく皆さんも手拍子で参加してください。3年目の浮気。んじゃないよ、お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。だが言ってんじゃないよ、お前のことだけは一日たりとも忘れたことなどなかった俺だぜ。よく言うわ、いつも騙してばかりで、私が何にも知らないとでも思っているのね。
よく言うよ、惚れたお前の負けだよ。モテない男が好きなら俺も考え直すぜ。バカ言ってんじゃないわ、バカ言ってんじゃないよ。遊ばれてるのもわからないなんてかわいそうだわ。3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見てよ。両手を聞いて謝ったって許してあげない。もう初めて歌った時よりずっと上手くなりました。相当練習してきたんだと思います。ね、総裁が言うことだろう。バカやってんじゃないよ、本気でそんな荷物をまとめて涙も見せずに旅立てるのかよ。バカやってんじゃないよ、男はそれなりに浮気もするけど本気になれない可愛いもんだぜ。よく言うわ、そんな勝手な言葉があなたの口から出てくるなんて心疑うわ。よく言うよ、いつも甘えてばかりで焼きもち焼いても可愛くないぜ、大人になりなよ。バカやってんじゃないわ、バカやってんじゃないよ。私にだってその気になれば相手はいるのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見てよ。両手を聞いて謝ったって許してあげない。3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ。開き直るその態度が気に入らないのよ。3年目の浮気ぐらい多めに見てよ。両手をついて謝ったって許してあげない。で、ありがとうございます。あれですね、やっぱり実力上げるもんですね。相当カラオケボックス行って練習したんじゃないですか。ね、よかったですよ。よかったですか。ちょっとマシでした。ああ、もう。よかった。いや、総裁が良くなったって。総裁はね、意外とね、近くにいてね、聞いてないよって聞いてますからね。しっかり、あれですよ、あの寸評が厳しいですよ。あの初めての割にはなんか堂々としましたね。細い体で堂々としてましたよ。で今日はね、今までで、ね、あのみんなね、手拍子は初めて。美人が来るとね、手拍子が来るんですよ、ね、手拍子はいいんですけどね、こちらの方ね、民謡でもないのにこうやって揉んでたんですよ。あのね、なるべく揉まない方がいいと思います。もうね、これ一応歌謡曲なんで、歌謡ボックスなんで。はい、そんなことでね、3年目の楽器を、デュエットしていただきました。お二人に拍手をどうぞ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、音楽っていいですね。もうやっぱり字のごとく音を楽しむと書きますけど、いや先ほどの僕がデビューした、デビュー曲、当時はね、またうちのグループの音帯が寺内武と言いましてね、それはもう当時僕なんかから見たら神様でした。みんなもうエレキの神様神様って言ってね、本当に、ものすごい、なんて言うんだろう、ブームを作りました、エレキギターで。そんな感じで、新しいバンドを作るので、俺のバンドに来ないかっていうことで、一番最初に声かけていただいたのが私です。そして、1966年デビュー でとすぐ年明けまして67年に出した曲が、夏木陽介さんのテレビドラマ、太陽野郎という北海道の、牧場をテーマにした、
歌なんですけど、その歌をなんと18歳で、歌ったんですけどね、その時の最近ね、この間のショーで歌ったら、4月29日ね、歌ったらみんなね、いや歌ってくれって結構言うんですよ。だからね、しばらくね、ちょっと歌い続けようかと思って、はい、それじゃあね、タイトルが太陽野郎と言います。寂しくなるとなぜか懐かしい、お前は空を降りた太陽野郎、イエイエイエイ、いつも熱いその胸は、イエイエイエイ、誰のために燃えるのさ、両手に夢と望みぶら下げて、幸せ巻いて歩く太陽野郎。僕なんかも当時はギターを持ちながら歌っておりました。悲しくなるとなぜか思い出す、お前は空を降りた太陽野郎、イエイエイエイ、いつも甘いその歌は、イエイエイエイ、誰のために歌うのさ、両手に夢と望みぶら下げて、幸せ巻いて歩く太陽野郎、太陽野郎、太陽野郎。この曲覚えてる方は何人ぐらいいらっしゃいますか。ほとんど年寄りですね。いやでもね、こういったね、昔の曲もね、なんか聴き方によっては懐かしくっていう意味もあれば、新鮮だなっていうね、取り方もあるんでね、新鮮な気持ちで聴いていただけたら嬉しかったです。はい、それじゃあね、これまた、100歳会でこれを歌わずにして私は帰れるかっていうね、もう、長老院大閣様総裁の絶賛するこの楽曲です。でも総裁が絶賛してくれてるんですからね、もう間違いないですから、一つ波に乗ればもう大ヒット曲になりますよ、と私はそう思っております。私も思ってます。あ、さすがプロデューサー。はい、褒めるときはみんなで褒めてください。はい、そんなことでね、詞もいいしメロディーもあの曲って面白いもんで、詞にメロディーが乗るんですよね。それが全くかけ離れた楽曲ってクラシックにしても何にしてもないでしょ、あんまりね。不思議ですよね。大体メロディーが先でも歌詞が後でもなかなか合うんですよ。オペラもそうですよね。なんかすごく合いますよね。そうですよね。ね、そうですよね。はい、うん、オペラ歴はもうすごい長いですからね。守屋さんはね、はっきり言ってね、あの方もこういった人ですけどね、ご年齢の割にはね、ものすごい声が出て、いやびっくりしますよ。いまだにこんだけ声が出るかっていうね、僕は本当に、ね、そういう意味では尊敬してますよ。ありがとうございます。本当に、はい、はい、そんなことで、いやいやいや、今度何か一緒にジョイントできたら嬉しく思います。それまで私も精進して頑張ります。はい、そんなことで、はい、歌詞がいつも言ってるように、花ならば咲けばいい、樹木はまっすぐ伸びればいい、人の心は優しさと小さな愛が一つあればいい。そんな詩に僕がメロディーをつけました。聴いてください。花ならば。
ならば叫ばいい。樹木はまっすぐ伸びればいい。人の心は優しさと小さな愛が一つあればいい。空ならばより青く、川なら海だけに注げばいい。そしてどんなにふるさとは遠くても、心の支えであればいい。風よ吹け雨よ降れ、厳しさ耐え抜き歩いてゆけ。人は心をどこかに忘れても、季節の花は巡り来る。若者よ夢を見ろ、例えば貧しい暮らしでも、どんな夢でも眠れば俺のもの。夢を下を駆け巡ろう。花ならば咲けばいい。樹木はまっすぐ伸びればいい。人の心は優しさと小さな愛が一つあればいい。若者よ夢を見ろ、例えば貧しい暮らしでも、どんな夢でも眠れば俺のもの。夢を下を駆け巡る。俺たちはまだできる。勇気と情熱があればいい。どんな夢でも望めば俺のもの。命尽きるまで燃え上がれ。ありがとうございます。そういうことで聞いていただきました、花ならば。まあ、私もまだまだ73歳で、今年の10月に74に、やっとなるっていう感じなんですけど、まだまだ私は夢を捨てておりません。また一花咲かせようとおこがましくも、そういう気持ちを持ってるやつです。でも成し遂げられないかもわかんないけど、もしかしたら成し遂げられるかもわかんないじゃないですか。夢を持っている人間と持っていない人間の差です。絶対夢は捨てちゃいけないです。希望は捨てちゃいけないです。情熱は捨てちゃいけないです。いつも夢と情熱は持ってましょう。そんなことでいつも総裁には夢と情熱をいただいております。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ちょうどさんの誇る100歳会のアイドル、黒沢さんの素晴らしい歌声で皆さんをチアップできたと思います。黒沢さんにもう一つ夢は、私はこの前来られた時に言ってましたけども、はいはい、ちょうどさんと同じように100歳まで昼も夜も現役で行かれるという重要な、それも大事です。奥様もぜひご協力をよろしくお願いします。それでは、続きまして100歳会の誇る H、もう一人、大分からいらっしゃった素晴らしい活動をなさっている
ロスチャイルドの敵とも呼ばれる和田先生の方から発表いただきたいと思います。よろしくお願いします。今のロスチャイルドの敵ではなくて、ロスチャイルドを理解する人。理解する人は敵ではないですね。まあプロスターさんのとても綺麗な お上手なお歌声、エンターテインメントっていう素晴らしいという、まあ私もこのぐらい才能があったらと思いますが、残念ながらそういう才能は全くないので、まあでせっかく皆さんがカンファタブルっていう気持ちよくなってるところで、私のディストピアの話と申し訳ないっちゅう。よろしくお願いします。たまたま先週そのお配りした資料の中で、もともとカラーだったんですけれど、1枚説明するのが忘れたのが、これ山田先生の赤ハートの記事なんですけれど、もうこれはもともとそのウクライナの問題で、その食料問題がドイツではなかなか厳しいことになっているということが冒頭に書いてあって、まあ、それでまあスーパーでまあいろんなもの、ここに書いてあるのは食用油と小麦粉がなくなったと書いてあって、まあこれが私は前回その1週間前に、まあ今日のウクライナは明日の日本というようにお話をさせていただきましたが、まあもしかすると日本でもこういう問題が起きるかもしれないと。ただ私がここで今日のウクライナは明日の日本ということは多分許してもらえるんじゃないかと思うんですが、岸田総理がこういうことを言うと怒られるわけですね。それはたまたまテレビでニュースで見ましたけれど、まあ、それはこのウクライナの問題は東アジアの問題になるかもしれないというようにコメントをすれば、まあ、必ずそれは中国から怒られるわけで、まあ、やはり一国の総理はこういう時はじっとおとなしく、私はまあ皆様にいろんなことをお伝えしたいと思っているのでこういうことを言いますが、総理はこういうことは言っちゃいかんと、そんなふうには思いましたということで、まあ、それでこの食料問題が今後日本でも問題にもなるんじゃないかということで、まあ、このことをお話をさせていただいたんですが、たまたま、まあ、今日は、まあ、時間も限られてますので、できるだけ手短にしたいと思うんですけれど、たまたま私のカバンの中にフランクフルト私立ユダヤ研究博物館という資料、実はこれ私が2004年ですから、18年前にそのドイツのフランクフルトに行った、これは別にロシチャルドの研究に行ったわけじゃないんですけれど、交渉人問題ということで、その日弁連 その消費者問題対策委員会の人たちと一緒にそのドイツに行った時に、たまたまそのフランクフルトに行った時の泊まったホテル の近くに、この、フランクフルト私立ユダヤ研究博物館というのがありまして、これですね、これ後で総裁のところにお渡しとかと思いますが、まあ、これがあるんですけど、これがまあそれで、あ、そうだそうだと思いまして、まあ、今日この話をしようかと。ただこの話はもうすごい絶対テレビじゃできないという、もうセンシ超センシティブな話じゃないかと思いますが、たまたま私のカバンにあったので、まあ、このことについてお話をしようと思いました。なんでこう思ったのかというと、私は普段はっきり言ってテレビ見ないんですね。もうコロナの時はコロナ一色ですし、オリンピックになるとオリンピックばっかりだし、今ウクライナになるとウクライナのことばっかりで、私はテレビはとても大して、私は前回言いましたが、まあ、マスコミはメディアは昼は神様、夜はマスコミということで、それはもう先ほど その黒沢さんの話にありましたけれど、もうテレビは1日でこうヒーローを作れると、まあ、素晴らしいその影響力があるのは全くその通りなんですが、ちょっと残念ながら本当のこと言ってくれない時は結構あるんですね。まあ、それで普段テレビ見ないんですけれど、たまたま今回はまあ東京 の家に住んでる時に、住まわせてもらってる時にホテルじゃなくて家だったんですが、そこで妻がテレビをつけてたので、それを見てたら、まあ、ロシアのラブロフ外相がそのヒトラーがユダヤ人かどうかというところが、そのまあテレビたまたま見てしまったんですね。でそれでこれはまあそれに対してイスラエルが猛反発をしたということで、まあ、このことについて そういえばと思って、それでこのことをお話しようと思ったんですけれど、まあ、実は私たちの陰謀論業界の中ではヒトラーはユダヤ人の説は結構有力なんですね。
まあ、それでまさにこのヒトラーはの おばあさんですね、おばあさんはウィーンのロシアルド系のところにあのメールで入っていて、まあ、そこに、まあ、あのロシアルドのもともとのご主人様と、まあ、そのお手つきっていうかなんていうかなかなか表現難しいですけれども、まあ、そこであの、子供が生まれたのがそれがヒトラーのお父さんだという説が実はあることがあって、まあ、ヒトラーはロシアルド その血を引いているというあの説はあるんですね。まあ、その意味ではこれはヒトラー、まあ、そこまではそのラブロフ外相は言ってないですけれど、まあ、ヒトラーはユダヤ人という説は結構成り立つんですけれど、まあ、ただまああのこういうことを言うと、まあ、先ほどの岸田総理 その東アジアコメントでもありませんが、まあ、中国から反発されるのと同様にこのヒトラーはユダヤ人の問題はイスラエルから反発されているということになっているわけですね。ただまああの私たちの説って実はこのロシアの方から流れてくる情報と結構重なるんですよね。まあ、そういう意味では西側のメディアはこういうあの情報はもう全部何でもかんでも陰謀論とフェイクだフェイクだって言われちゃいますけれど、ロシアは実はロシアルドをすごい研究してるんですね。まあ、これはもともとそれは何でかっていうことをこれからお話をしますが、もともとそれはとてもあのロシアにとってそのロシアルドの問題はすごく重要なテーマなので、もともと1934年にそのロシアルドという白黒のハリウッドの映画があったんですけれど、それもロシアで報道されていたりとか、あとプロトコルですね、あのシオン長老の議定書というんですけれど、それもあの西洋の世界でもこれはこのことについて触れると大体怒られるので偽書ということになっているんですが、ロシアではこの本が配られていたりとかをして、とてもロシアのことについて研究していると。まあ、そういう意味ではこのロシアの情報からいろんな情報が流れてくるものが結構私たちの説とそれはあの、まあ、割とこうあの近いものがあるということですね。ただまあ私は、まあ、今回のウクライナの問題は A チーム B チームでなかなか、あの B チーム そのプーチンさんがそう簡単には勝たないんじゃないかと、やはり A チーム B チームがガチンコで今すぐにはぶつかりませんが、それはぶつかってそこでアウフヘーベンという形でニューワールドオーダーワンワールドになっていくんじゃないかと、そこに通貨の全体の仕組みが変わってくると、これがまあグレートリセットということにかかっていくんじゃないかなと、まあ、そんなふうに私は思ってますと。でなんでロシアとロシアがその問題になるのかということについて前回お話をさせていただいたんですけれど、もうちょっとだけ補足をさせていただこうと思うのは、前回は1815年のウィーン会議のことで、ウィーン会議でそのナポレオン戦争の後始末の中でロシアとは影響力を高めてこの会議を仕切ろうとしたときに、ほぼ唯一とも言っていいほど抵抗したのが実はロシア皇帝だったわけですね。それでもロシアはもう絶対ロシアは許さんと、1815年の時ですけど、もうこの時に彼らは一回思ったらもうずっともう思い続けるわけですね。もう妥協なんていうものはないで絶対ロシア皇帝をやっつけるというように彼らが思って、それでもずっとその間にそのこの、ロシアルド問題の変わってくるその、ユダヤ問題ですね、そのことについて言えばもうロシア国内では、ロシア人とそのユダヤ人、この場合のユダヤ人というのはアシュケナジユダヤというカザールの人たちですけれど、この人たちがカザールの国を追われるときに東方にみんな散らばっていったわけですけれど、その時にロシア人とアシュケナジユダヤ の、まあ、お互い の虐殺ですね、もともと向こうからユダヤ人からするとロシア人にやっつけられたということですし、今度ロシア人からするとユダヤ人から、もしかすると言えば食っちゃってるかもわからないですけれど、そういう暗闘がもうずっとそれこ そのウィーン会議の前からだと思いますけれど、ずっと続いていたと。これポグロムっていうんですけれど、その中でその1881年に、アレクサンダー2世というロシア皇帝が暗殺されちゃったりと、そういうこともあるわけですね。でその次にこのロシアルドとそのロシアとの暗闘は実は日本が関わっていて、日露戦争ですね、1904年の日露戦争も実はこれはもともとこのロシアルドとロシアの問題の一つの部品だったということが言いたいわけですね。であとはもうロシア革命ということについて、3つは皆さんはこれは普通にその市民が立ち上がって労働者が立ち上がって革命になったというふうに思われているかもわからないですけれど、これはまさに今のウクライナと同じですけれど、ユダヤ革命だったわけですね。それがもともと彼らからするともうずっと先ほどお話をしたウィーン会議のですね、1815年 そのロシアルドを絶対ロシア皇帝をやっつけると言ったことの結実が実はこのロシア革命だったわけですね。100年経ってもずっと思い続けたと、それぐらい執念深いんだということをしていただければと思いますと。
まあ、その後にロシア革命の後にそのゴルバチョフ、フェリチンで、もともと太田先生の方ではその泥棒貴族と書いてますけれど、まあ、民営化ということで何でもかんでも横取りしていくわけですね。これがまあ実は日本の場合 の、 その郵政民営化とか、その後 の、 その一連の改革のもともと民営化という名前 の、 その、公の財産のバーゲンセールですね。まあ、日本と同じことが実はそのロシアでも起きていたということで、ここでもやはりもうそのプーチンはそれはもうこういう長い歴史の中で、まあそのユダヤの人たちを許さんぞとずっと思っていた中で、まあそのまあ今回 の、 その一連 の、 その2014年 の、 そのクリミアの問題のまた8年後に今回の問題が起きているという、まあそれぐらいロシアとまあユダヤの問題っていうのは凄まじい暗闘があったということをその話にご理解いただければというようには思いますと。ただ問題はこのロシアイルド の、 そのユダヤというのが、これシオニストユダヤというんですけれど、これはそのユダヤの人たちにその審判があるかというとそうじゃないんですね。もともと彼らは別にユダヤ人に罪をぬすりつけてるだけで、実際には彼らはそれほどユダヤ人が好きかというとそうじゃないんですね。ユダヤ教の人たちにはもともとまあそのカザールの人たちは、これはシオニストユダヤの人たちとも関わりますけれど、太田先生は改革派と言ってますけれど、もともとの本家本元のユダヤの人たちと改革派の人たちはこれは一緒じゃないんですね。もともと本家 の、 そのユダヤの人たち の、 そ の、 アンテルマンという人がその1970年ですけれど、まさに改革の派の人たちに放火をされたりとか、200人ぐらい虐殺をされたりとか、凄まじいことがあって、それをまあアヘンを根絶するためにということで、そのアンテルマンという人が本を書いたんですけれど、まあ、その中で書いてますけれど、それユダヤの本家本元 の、 そ の、 ユダヤ教の人たちと、このシオニストユダヤのユダヤ教は違うわけですね。でこのシオニストユダヤのユダヤ教って実は本当の悪魔教なんですね。人を人と思ってないし、これがまあ凄まじいことになっているわけで、これがまあもともと今 の、 そのユダヤの問題の結構なその根源的なその問題なわけですね。太田先生はその生前の講演録の中で、シオニストユダヤのこと、それがまあ最終的にはネオコンという形になってくるわけですけれど、その悪魔の正体というタイトルをつけて講演をされてますけれども、その中で嘘は方便、真実なんかいらないと、嘘は方便で何でもありというふうに話をしたりとか、もう欲望ですね、人間の欲望はもう徹底的に、まあ、人はまあ確かに飲む打つかっていう欲望は確かにありますが、物には限度があるだろうというのがまあ人間の世の中なんじゃないかと思いますが、まあ、彼らはそれをもう徹底的にその欲望を追求するんだというように言っていたりとか、まあ、そのことをずっとずっと突き詰めると、それは何になるかっていうと、まあ、人間の劣化ですね。まあ、そういうような人たちがもともと今 の、 そのネオコンとか、そのウクライナの問題 の、 そのネオナシとかアゾフ大隊とか、まあ、そういう人たちを動かしていると、まあ、これは別にユダヤってことじゃなくて、それはだから言ってみればその無神論、まあ、悪魔教のそういう徹底したい人たち、だからまあやってる行動が凄まじいわけですね。まさに IS と同じようなことをウクライナでも問題になっているというようなことが、まあ、こういう考え方ですね、まあ、哲学の中にあるんだということをご紹介したいなと思います。でこのネオコンの人たちはどこでもともとこういう名前が聞くようになったかというと、これは、まあ、それこそレーガンの時代の1980年代ぐらいから、もともとネオコンの人たちはこれは新自由主義というように言われてますが、これは太田先生の本に書いてあるのはトロツキストですよね、共産主義という、まあ、基本的にはその資本主義と共産主義は皆さん二項対立で別のものだと思ってますが、実は根っこが一緒で A チーム B チームということのその元々 の、 その哲学版みたいなもので、これは結構表裏的なところがあるわけですね。まあ、この新人主義を徹底的に自由を突き進めるという人たちが、まあ、それがまあそのネオコンで、そのトロツキストと、まあ、そこにいろんなその財団の人たちが関わってるわけですけれど、今日は時間がないからそこは省略しますが、この人たちがそのレーガン大統領の時代にほぼそのアメリカ の、 その、まあ、言ってみれば権力を握ってしまったという後で、その後に何が起きてきたかっていうと、まあ、これは時間の流れで言えば 9.11 ですね。9.11 からスタートで、まあ、その後アフガニスタン、イラク、アラブの春、リビア、シリアという元々の一連の戦争の流れが全部こういうネオコン の、 そのシオニストユダヤの人たちがずっとこう突き進めてきたということの、その流れが今起きているその、ウクライナのこの戦争の問題というように
言えると思います。まあ、一連のことはこの太田先生がその監修された、これもまた外国の人が書いたものの翻訳本ですけど、アンドリュー・ヒッチコックのユダヤ・ロッシャイルドの世界冷酷支配年表ということの本の中に、まあ、一連 そのこれ最近、これもまた10年以上前のことなので現代のことは書いてないですけれど、まあ、そのもともとのその一連の流れをここで紹介をして、そこから現代を読み解くことができるというようなことをご紹介したいと思います。で最後に今一番問題になっているのは、総裁も確かお話しされてたんじゃないかと思いますが、ロシアの、どういう船だかあれですけど忘れましたけど、モスクワという船の大きな船の沈没ですね。でこれはこのことに、これこういう戦争の時には大体こういうことしょっちゅう起きるんですけれど、まあ、第一次世界大戦の時のそのルシタニア号とか、第二次世界大戦の時の真珠湾とか、あとベトナム戦争の時のトンキン湾、まあ、なんでこういうことが起きたのかということが、もともとそのよくやってる最中には大体敵がもう今回のことで言えば、まあ、ロシアのもともと船ですので、まあ、ウクライナの人がもともとその攻撃で沈没をしたというように考えるのが、まあ、大体普通なんですけれど、だって過去 その、ルシタニア事件とか真珠湾の場合には、これは確か日本がやりましたけれど、そのアメリカはもともと日本がそのハワイの真珠湾に来ていることを知っていながら、それをもともと黙ってその真珠湾の攻撃をさせたわけですけれど、まあ、その結果何が起きたかというと、そのまあ宣戦布告がないということが怒られているわけですけれど、その結果何が起きたかというと、アメリカがそのヨーロッパ戦線にこの第二次世界大戦の時に参戦できたと、まあ、そういうもともとのきっかけだったわけですけれど、まあ、そういう問題とか、あとトンキン湾もそうですけれど、まあ、大体こういう事件というのは交戦している当事者が大体沈没ってあんまないんですよね。まあ、大体こういうのは過去の例で言えば、まあ、モスクワの事件は分かりませんですけれど、ただまあ多分何十年か経てば、これは多分ウクライナがやったっていうことじゃなくて、また別の国が多分やったという、誰かに濡れ衣を着せると、まあ、このシオニストユダヤの人たちはユダヤに濡れ衣を着せるのと同じように、人に濡れ衣を着せるっていうのは結構得意でよくやることなので、まあ、そういう意味ではこれは多分アメリカの CIA とかそういう人たちがこのモスクワの船を沈没させた可能性は私は大いにあるんじゃないかなと。こういうことが起きると何が起きるかというと、戦争がずっと延々続くわけですね。なかなか簡単には終わらないと。だからそれで A チーム B チームの八百長ということを先週お話をさせていただいたわけなんですけれど、まあ、そういうことの一つの象徴がこのモスクワのという船 その沈没ということに表れていて、もうしばらくこの戦争は続くんじゃないかなというように思いますということを報告をして、ちょうど20分まあ一応私の報告終わりしたいと思います。どうせ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいですね、ぴったり予備校の講師もますありがとうございました。かなり頭がシャッフルされたと思います。素晴らしいご講演でした。それでは引き続きまして、100歳会の誇る、常連のね、いろんな教授の方、米山さんも今日久しぶりにいらっしゃるので、米山さんぜひ、ご発言願います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。1ヶ月ぶりでまた皆さんとお目にかかりました。JRP テレビの頃はずっと前から見てたんですが、この100歳会に参加してちょうどこの春、この初夏で3年になります。いろいろ学ぶことが多く、政治経済昔教えてましたが、やっぱりそっちの方はタイガーさんなり筧さんの話で、そういう皆さんの話は奥が深くて、もうこちら頭混乱するほど素晴らしいお話聞けるんですが、僕素人として考えても、日本人っていうのはロシアと中国とアメリカですか、そのバランスの上でいかなくちゃいけないってことは分かりまして、特にこの1ヶ月で、筧先生は確か石油とか天然ガスの埋蔵量は日本はすごいんだよっていうことをおっしゃって、日本はそれは、ね、生かせるといいんだけど、なかなか邪魔が入りそうだっていうこと、あと一番印象に残ったのは菅沼先生の話ですね。日本は核を持つべきかどうかっていう今論議は少し進みつつありますが、菅沼先生は絶対持たせられないって、持つことはできないっておっしゃってましたね。っていうのは
広島長崎っていうのはあれは日本人としても、まあ、悔しいことですけど敵討ちっていうか報復っていうかそういうことは日本人は考えなかったと思いますが、アメリカではあの報復っていうのは正義だっていうんですよね。報復っていうのは正義っていう考えいくと、あ、日本がもし核なんか持ったらそれを持たせるわけにいかないっていうアメリカの発想があるわけで、あ、やっぱりこれは絶対そういう論議は、まあ、持つ持たないとかの問題以前の問題で無理だなと思いましたね。そういう話が、まあ、政治関係の話 で今日はすぐ終わる予定ですが、実はですね、あのこの1ヶ月からいろいろ考えて、やっぱり僕はあの霊書っていう字をあの29年間やりましたので霊書で書かなくちゃと思いまして、文章もちょっと変えました。あの、まあ、私淑はこれは言うまでもなく朝道院さんの私淑、素晴らしい私淑ですよね。ものすごい弁舌で、二次百歳会、その時百歳会っていうところに置いてっていうね、唯一明王、一人あの明王がいたって、明王って言ってもいろんな明王いますけどね、ブッダ、菩薩、明王、天、あの明王の中でもあのこれはですね、絶大明王って、これはあの一番すごい明王っていうか、あの不動明王なんですね、お不動さん。でこの辺はあの不動教 あの言葉の並べ方を真似して自分で作ったんですが、でその大明王はすなわち朝道院大覚さん、ウーダイイリキ、すごい力を持ってるっていう、うん、これをやっぱりですね、霊書でまとめたかったんで、あの会社よりもいいかなと思って今日はプレゼントのために書いてきました。朝道院さん、どうもありがとうございます。以上です、どうもありがとうございました。さすが米村さんらしい素敵なプレゼントを翔太さんにいただきますけど、またいつか、仏教の素晴らしいお話を発言していただきたいと思います。今米村さんがおっしゃった菅野先生の話ですね、前にも私も言いましたけど、この日本が核兵器を、持てないというか、日本が軍備を、巧妙にできないようにしているのは実は米軍というね、そこら辺に皆さん一回に気づかなければいけない。ロシアを敵して安易に、核武装とか、あるいは憲法9条廃止とか叫んでる頭のきちがいの、一部の団体いますけれども、そういう人は早く目を覚ましてほしいと強く思っていますけど、それでは、そのまま続きまして、西山さん、何か、お友達がいらっしゃる人、ちょっとご挨拶お願いします。はい、昨日はどうもありがとうございました。あの今日ですね、ご紹介するのは高谷秀さん、あの聖徳太子が作ったあのお寺がありますけども、四天王寺という大阪にあるお寺なんですが、そこの第39代の、画学士でいらっしゃいます。またですね、あのラリー・カルト、あのブルースギターの弟子として有名な方で、あのラリー・カルトと一緒に共演したりですね、それからあの、初代の山本宝山尺八のと一緒にですね、あの大吟醸というグループを作って活躍されたりされています。からそのお考えの基本としては、縄文時代に日本人は戻るべきだっていうことも考えてですね、それは3年前に一緒にベトナムにあのお連れしてですね、いろんなところであの演奏してもらったんですけど、素晴らしい人気がありました。でまあ昨日はベトナムのイベントということで登場していただいたんですが、今日はですねここで改めて100歳会でご紹介したいと思ってあのお連れしました。じゃあ高田先生ちょっとご挨拶。はい、あ、私ですか、はい、ご挨拶をさせていただきます、よろしいですか。はい、皆さんどうもこんにちは。こんにちは。今あの過分なご紹介をいただきましたけど、私は四天王寺大阪にありますお寺があります。そこの雅楽師の、生まれであります。で初舞台が3歳、今年、66になります。まだまだガキで、ありがとうございます。1956年、昭和31年、生まれであります。で今あの西山さんの紹介、ちょっとこう洋楽も和も両方あるなみたいな感じがあったかもしれませんが、私は反抗して4歳からギターを弾いておりました。
でちょっと早い反抗期でありますけど、でそんなことがございまして、そして、まあ、今あの懐かしい話を、ね、されてまして、で私は洋楽の方は小学校6年の時にデビューをいたしました。ナンバー一番というところがありまして、でそこで、まあ、いわゆるみんなはそこから出ていったわけです。そして、まあ、みんな東京へ来るっていうことで、あの関西の人間が多かったですね。トリウムですよね。そうですね。まあ、あの私の、まあ、兄はもうその真っ只中にいて、同じ世代でいらっしゃる。グループでいる。そうですね。まあそんなことがございまして、まあ、私も、ギター一本でということが10代20代と続いておりまして、そしてその上で本家帰りということで、また、戻ってきまして、また一つ一つ丁寧に生きさせていただいております。そして私どもの考えの一番、根本はですね、やはり、代々その一番根元にあるものは縄文であると、こういう考え方に基づきましてですね、突き進んでおります。でご拝命をいただきましたので、やはりそういうひよろりよこーどろいよこーひよいよろこーどろによろいよこーいせのもころそこにおろいよおろぬかたのおきみにあらせられてはあかねさすよむらさきのゆきしめのゆきよの森は水よ君が袖振るよ返しはいやろ返しをほろいよ返しはいよおら大天のすめらみことの返しはこのやりとりはそうもなるによいやろ返しは返しはよ返しは紫の匂え類も憎くあらばぼらよからよやらよかやらよやらかから憎くあらば人妻ゆえによ人妻ゆえによ人妻ゆえにおらよこよろこ我恋めやもいよろほろよヤマトの魂のもとはのいやすめらみことは皆ご存じのように縄文の矢縄文の矢魂わらいよからいよろこいよ
縄文は伊予皆の衆ともに縄文、はい縄文、縄文、はい縄文、声が出とらん縄文、縄文、もっとじゃこんなじじい一人と皆の衆でじじいの方が出とるぞ、よしよしよし、縄文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 やろ、しかと受け止めたぞ、よころや、やろ、ころやろや、ころよ、こによ、おろ、おお、三年目の浮気わらよ、こら、すばらしゅうの、すばらしゅう、拍手がない。ころよならにわら、はやひゃやひゃや、素晴らしい。ありがとうございました。素晴らしい。素晴らしいお友達を紹介していただきました。これはますます100歳会の、紅白歌合戦いつか開くべきだということで、ますます長平さんの前に素晴らしい才能のある方が集まっていただいてありがとうございました。それでは引き続きいつも素晴らしい研究発表していただいている影井さんの方からまたご発表お願いします。こんにちは。こんにちは。ちょっとすみません、失礼します。昨日は総裁も来られて、西山さんの主体でタイの方で、昨日も素晴らしい声聞かせていただいて、ありがとうございます。もう迫力で圧倒されちゃって、すごいなと思って、66歳にしてね、声が出るとは大したもん。私も70なんですよ。で黒沢さんが7、まあ今年も71になるんですけど。黒沢さんが74なんです、ね、だから声聞くとね、もっと頑張らなきゃいけないなってすごくこう気分がこう高揚しますよね。で今縄文の心って言いましたけど、今日はそれにぴったしの話、大和魂の話をちょっとさせていただこうと。でそれはなぜかというと、今ですね、参政党っていう党がようやく出てきまして、ものすごい勢いで聴衆をね圧倒してるんですよ。行くところところで皆さん感激して涙流してます。それはようやくこの私たちが入れたい政党が出てきたなっていうことで泣いてるんですよ。もういろんな問題ありますね。ワクチンの問題からいろんな問題、言いたいけれど何も変わらないと。日本を変えるっていうことで安倍さんが30年前に出てきた時もね、一切変わらないと。あれからですね、まあ30年経って大卒の初任給というのは20万だったのが今だいたい21万、変わってないんですよ。ところがアメリカはいくらかって42万、スイスはいくらかっていうと74万ですよ。これだけ桁が違っちゃってる。なんでここまで日本はダメだったか、皆さんね、よく考えてほしいんです。日本人ほどまめに一生懸命働く人はいないんですよ。私もアメ横で店やった時に、朝から晩まで一生懸命働いてる人が、夫婦がいました。だけど彼ら贅沢なんかしてませんよ。本当ね、どこにも海外旅行なんか行きませんよ。そういう人がいっぱい日本にはいるんです。だけどそれをみんなおかしいと思わないと。もうそろそろ気づかないと日本はどん底に行っちゃうと。本当にどん底ですよ。もう紙一重です。でここに参政党というのが出てきたと。今日はちょっとその参政党を紹介したいと思います。僕はね、参政党に入れろとかそういうこと言ってるんじゃないです。この考え方をどう思うかということを皆さんに聞いてほしいんです。で参政党がですね、まずですね、基本路線に挙げているのは、まあ神谷宗平さんという事務局長と
吉野俊明さんっていう、まあ、お医者さんですね。それから武田邦彦って学者、よくテレビに出てますよね。もういろんなこと言ってテレビから本当のこと言うから外されてます。それから経済の方は松田学さんっていう、まあ、こういった方がメインでやってます。で基本領地は、まあ、神谷さんっていうのは僕と同じ福井なんですよ。それで福井だからちょっと通じるものあるんですけど、吹田市議会議員に2007年に当選して2期6年務めてるんですよ。6年ですね。でその後ですね、2013年からはネットチャンネルで、まあ、政治とか経済とか歴史とかいろんな問題を皆さんに発信して毎日発信してます。でこの中でね、彼は橋本ね、橋本徹さん維新をね、あの名前を付けたのは彼なんですよ。神谷宗平さんが大阪教育維新の会長を作ったの、橋本徹に期待して付けたんですよ。ところが1年近く彼と付き合ってて、あこの人に任せたんでは日本はダメになるっていうんで離れたんだ。だから彼は維新の会には入ってないんです。で維新の会に入ってなくて、維新の会を勝手につけないでくださいって言ったんだけど、まあ、松井さんとかがですね今つけちゃってるからもうどうしようもないと。その後ですね、あの彼はですね自民党に鞍替えしたんですね。で自民党に鞍替えしてしばらく、まあ、党にはなあの議員にはなってないんですけど、でもやはり今言った安倍さんのその日本を立て直すことに意気を感じて入ったんですけど、全然変わらないと、これじゃダメだということで新しくやむにやまれず自分の政党を作ったんですね。でこの彼の中でね言ってることがすごい僕は心に響いたんです。大和魂、大和の心ね、これは将来の子供たちにこういうことを教えていかなくちゃいけないと。今の日本は全てお金が支配している売国奴ばっかりだと。政治も経済も外交もそれから情報、要するにマスコミですね、これも全てお金で動くと。良心の呵責なんて全くないと。昔の日本だったらこんなことは、魂を売るようなことは絶対しない。ところが今の日本は全てお金で魂を売ってると。で彼らも良心の呵責があるはずだと、ね、そこを訴えてるんですよ。それでね、私もね幼児教育が大事だということで、もうずっと学校出てから北海道から九州まで幼稚園保育園小学校の先生に幼児教育が本当に大事だと、人間を作るのはこの時期だということで僕はもう口を酸っぱく全国回ってました。でそれをあの神谷さんはおっしゃってるんですね。もうね中学校高校生に的を絞ってますよ。彼らが成人な、まあ、今18で選挙権ですかね、その時になった時のことをもう考えてやってる、動いてる。自分が国会議員になろうとかそういうことはさらさらないと。ただ今の日本ではダメだということで変えなくちゃいけない。変えるのはねいいことなんかいくらでも言える。でも全部それは選挙のためであって何も実践してないと。で彼が言ってるのはそれをみんな参加して大枠は作ると。しかし大枠の中に細かいこといくらあると。それをやってきたらそれをみんなで参加して、だから参加するって意味ですね、参政と。参加して、そして聖徳太子がおっしゃったように輪を持ってたっと一つ、要するに議論に議論を重ねて決まったことは全員でやろうと、それが日本人だろうと。ここをね今非常にね僕ね YouTube 結構追っかけてるんですけど、残念なことに全部音声がストップしちゃうんですよ。肝心なところ来ると音声がペッと止められちゃうんです。ないんですよ。初め機械が壊れてるのかなと思ったら消してるんで、意識的に言わせないんですよ。でそういうね中でやはり今コロナにね80兆円も使うんだったら、80兆円使ってるんですコロナで、いいですか。教育になんで1兆円ぐらい使えねえんだと、おかしいだろと。これからは担う子供になんでこういう教育ができないんだと。で僕はここで言いましたよね、外国から学生にはもう1500万ぐらい大学ね4年出るまで無料で返さないお金ボンボン給付してる。日本の学生には利子つけて取り立てがすごくやってると狂ってるってことをここで言いました。全てそうなんですよ。日本人じゃないんですよ。日本人だったら日本を守りましょうと、日本の魂を取り戻しましょうと、当たり前のことなんですよ。当たり前のことを当たり前と言えない時代になっちゃったんです。だから国旗を見ても後ろ向く先生がいる、国歌を歌うのも全然歌わない先生がいる、こんな狂った国になっちゃったんですよ。世界の国でどこもないですよこんな国で。彼も20カ国回ってるんですよ。そして自分は間違った教育を受けてたと、ね、日本が悪いと。ところが東南アジア行って台湾行っても言われることは
あんたたちのおかげで私たちはね独立できたんだって、名前も何も知らない若い青年に向かって日本から来たってことで挨拶来ておばあちゃんが握手してくれた、涙が出た、私たちが受けた教育とは全然違うと、戦後全部 GHQ によって変えられちゃった教育ね、日本が働いたおかげで戦前ですね日本独立国は日本しかなかったんですよ、アジアに全部イギリス、オランダ、フランス、みんな植民地だった、それが日本という国が大和魂を持ってですね世に出て、そしてその命を300何万人が亡くなった命を、尊い命を持ってこの国は世界を、アジアを独立国にしたわけですよ。こういうすごいことをなんで教育で教えられないんだと、それを言ってるわけです。でね、まあ話せば長くなるんで飛ばしますけど、もう一つね、吉野さんっていうのは立派な先生です、これ。彼はですね、17年前に保険医を返しちゃったの。保険医ですよ。自分から返しちゃったの。なぜ返したのか。それは、今の医療は完全に人殺しに加担してる。医者みんな知ってる。治す医療じゃない。抗がん剤にしたって、今ですね、僕が聞いたところによると、まあ、医療費がですね、とにかく56兆円なんですよ。社会保険費含めて一般会計の中で56兆円。ほとんど医療費ですよ。みんなタダだと思って行くんですよ。とか言って病院で抗がん剤バンバン打たれるわけですよ。ものすごい金額です。僕聞いたら医者ですからびっくりしましたこれ。それでね、そのお金がどこ行くかって言ったら日本じゃないんです。全部薬屋は外国支配に乗っ取られてる。だから全部外国に流れるんですよ。ワクチンもみんなそうです。みんな流れるんですよ。日本には一銭も残らないですよ。それからですね、彼が言ったのは、ね、それを言ったら、絶対日本の自民党でも、社会党でも、共産党でさえも言えねえと。なんで言うか、圧力団体、医師会だとか薬剤師会だとか、まあそういったところがね、潰しにかかる。実際彼らはものすごく圧力を受けてますよ。で、その奥さんがね、もう子供がね、誘拐されたらどうするって言ったらね、私は覚悟を決めてますと。存分にやってください。これが大和なでしこですよ。わかりますか？自分のことなんか考えてませんよ。僕はね、それ聞いてすごい涙出ました。素晴らしいな。まあ、その、いろんな細かいことありますよ。でも、大枠は、今の縄文、大和の心をね、取り戻せと。そして、日本人をもう一度蘇らす。こんな国じゃないよと、日本は。もう今、乗り上がらない。沈没しちゃうよってことを言ってましたけど、本当に僕はですね、そう思います。それでですね、今そのさっきから何回も言いますけど、お金で動く人があまりにも多いと。でやっぱりそのお金で動くんじゃなくて、やっぱり何が正義かと。で日本人にはそういう DNA があるわけですよ。311の時に見てくださいよ、あの寒い中ダーッと誰一人列を崩さないで並んでた、あれが日本人なんですよ。外国人にはできません。拍手しますけど、自分さえ良ければいいですから。だからそういう教育を、例えば今はね、戦後ものすごくがんが増えてるっていうのも白紙ってアメリカが入ってきて、小麦、ね、牛乳、それも全部広めたわけでしょ。それで小麦なんか麻薬性がありますから中毒になりますからね、体にいいわけないですよ。そういう添加物、世界一添加物も薬品も使ってるのは日本なんですよ。全部押し付けられた日本に。わかりますか？押し付けられてるんですよ。だからこのシステムを変えないと日本は立ち上がれないと彼は言ってるんですよ。私もそう思います。もうそろそろみんなも気づいて立ち上がらないと、我々の子孫にね、顔向けていくような日本は残せませんよ。やっぱりお父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、すごい我々にいい日本を残してくれたなって。僕なんかいつもね、特攻隊のことを言うと右翼だって、右翼じゃないよって、あんたじゃあ自分で命を落とせる、自分のね、家族のために、日本のために突っ込んでいける。誰もいませんよ。それが日本人なんですよ。人のために。だから小さい時、僕なんか隣に、ね、おばあちゃんがね、あ、これおかずどうぞ食べてできたよ。ね、ちょっと醤油ないんだけど貸してくれ。いいよ。そういうやり取りがあったんですよ。これが日本人なんですよ。今どうですか、隣。誰がいるかもわかんない。ね。これが日本になっちゃったんです。だから、おかしくなっちゃった。もうやりたい方ですよ。やりたい方だにやられてるんですよ。今拍手覚えてくださいよ。やりたい方で日本人はやられてるんです。もう目覚めないと
もう本当にドツボにはまりますよ。もう本当に一歩寸前なんです。だから私はこの党を期待しているというのはそこなんです。政策がうんぬんじゃないんです。日本人の心を取り戻すってことが基本なんです。そうすれば細かいことは後から正しい方向にみんな行きますよ。世のため人のためって。ちょっと熱くなっちゃいましたけど、ね、そういうことで今日はもうあんまり時間がないのでこれで終わります。失礼します。国際会の誇る素晴らしい情熱からナショナリストの加計さんの貴重な声にありがとうございました。はい、それではよろしいですか。はい、それでは、皆さん、貴重な、意見と発表、踊りを見させていただきましたので、頂戴さんに、バトンを渡す前に、毎度おなじみ、一番の100歳会で嫌われている、福島原発の突然変異と言われているんですね、親の仇かと憎まれる、憎まれっ子にはばかる、キチガイカルトと、エセ右翼に、打髪のごと嫌われるタイガーマスクがまた帰ってきましたので、今日また発表をさせていただきます。初めての方はちょっと驚かれますけどね、タイガーマスク、素顔はとっても優しい、仮面を脱ぐと怒りや長介みたいな顔してますけどね、後で、楽しみにしてください。ということでですね、いろんな方が今日、お話して、最後の加計さんの話、さすが加計さんということでね、感銘を受けました。素晴らしいことを、ポツポツおっしゃってましたけども、我々が今直面しているこの、状況というものがまさにそれで、どういうことかっていうと、朝鮮者が前から言っているように200年前以上から、この世界を支配しようと目論んでいる、そういう、まあ、グループと申しますか、集団がいまして、それが仕掛けてきているこのグレートリセット、そのきっかけとして持ち上がっているこの COVID-19 号ってね、後ろでスマホばっかりいじっている翔太少年が呼び寄せる巨大ロボット、そういうのを呼び寄せてこの地球をガタッと大きく解体連中がやる。なぜですか、彼らはこういうことを考えているんじゃないかと私は思うんですけども、この第二次世界大戦が終わって約80年近く経つわけですけど、まあ、70年ちょっとですけどね、おそらくは彼らの目論んでいた、自分たちの資本主義といわれるね、先ほど和田先生が言われてた、彼らが作り出した実は原因に過ぎないものですけどね、これはまやかしです、インチキなんですけどね、だから言って私は共産主義では全くないって何回も言いますけども、その資本主義ではバレそうになった、その仕組みがね、大きな、インチキが、ということでそのバレる前にこの大きな、大掛かりの舞台を一度ぶっ壊してやると、その代わり、やつらに、わつらっていうのはその我々に気づかれないようにこっそりと、そして何かのインチキをきっかけに、大きな、舞台を作った上でぶっ壊してやる、それが今、彼らが目論んでいることですね。そしてその後に来るのは彼らの一元管理化、人間を人間と思わない、先ほど和田さんも言いましたけどまさにその通りで、金持ちは基本的に人間のことは人間と思ってないですね。あの有名なジブリの映画でね、ありましたけど、何でしたっけ、確か、千と千尋じゃないや、何か違いましたけどね、わあ見ろ、人間がゴミのようだと言ってますね。あれゴミが人間だとちょっと気違いなんですけどね、人間はゴミのようだっていう叫ぶ有名な伯爵がいましたけども、それと同じようなことです。基本的には人の上の頂点に立つものは人間を人間と思わない、アリとかね、そこら辺のゴミと一緒に、感じるはずです。それで彼らが、求めているのは人間を一元管理化したいファシズムですね。これは共産主義とは社会主義何でも関係ない、何度言いました、私の後輩のパンツ一丁のやつが言うように、これは全然関係ありません。彼らが考えているのは自分たちのごく、イナーサークルで、仕切る世界の一元管理化、それを人々はファシズムと言います。一番端的な例で思い浮かべるのは、ナチスドイツがやったことですね。優生思想というものに染まった、頭に病気を持った、キチガイの集団が、一部のその、官僚集団が、大部分の人間をコントロールできると妄想するところか。生まれるのがそのファシズム。それの真っ只中に我々は直面している。それの、背景にあるのは、先ほど加計さんが言ったように、それは、資本主義ということですね。日本は、残念ながら明治以降その資本主義の群門に下ってしまった。明治以前そういう資本主義じゃなくて農本主義、お米をお金の価値の、根本の中心として考えるからそういう考え方に至らなかった。その代わり、貴重な、朝鮮さんも言ったような武士構造とかね、要するに、武士道というやつですよ、それとか、倫理とかね、その、エシックスの分で国を支えている分が多かった。ところが明治維新という傀儡政府ができたこと、傀儡政府はっきり言いましょう、外国勢力によってコントロールされた傀儡政府ができたことによって資本主義の群門に下ってしまった。我々は実はアジアでずっと何千年もね、その資本主義が無縁で生きてきたのにいきなりそれに突入したわけで、当然やつらっていうのはその押し寄せてきた資本主義の波に、西側の波に飲まれてしまって、それを一番傀儡の先として我々にプッシュしたのがイギリス政府ですね、まあ、イギリスの上を操っている連中がいたわけだけど、
そいつらの群馬に下っちまったために慣れない資本主義の下で悪戦苦闘してきて、そして引っ掛けられて戦争を起こした挙句完全に国を乗っ取られてしまった。それが今の日本の状況なわけですよね。そして、それが今頂点に達した。その腐敗が、ヘドロに溜まって、そのヘドロの結果生まれてきたのが、ゴジラでいうね、ヘドロ怪獣、自国民から盗む自民党、それを我々は、愚かにもずっと、それをずっと支えて変えようとしない、変えようとすると、ちょうどいさんのように僕は番組を叩き潰されて、真実を言うと、目の敵にされ、そして私のように、親の敵のね、タイガーマスクが来ると、それを無視するようになる。そういう構造なわけなんですよね。ということで、これを見て、らっしゃる方はその遺言がよくわかっていると思いますので、これをぜひですね、一人でも多くの方に広めるような努力をしていただきたいと思います。それでは私の発表を早速移らせていただきましょう。先週からの続きなんですけどね、先週の続きは、どういうことかっていうと、ウィレム・エングダールっていうね、プリンストン大学卒業した優秀な人が発表した What's going on with the Arctic Domesday Seed Bolt っていうタイトルの、アメリカの、アメリカ人、イギリスのジャーナルから、ね、引用させていただきますけども、北極の、ノルウェーの領地に密かに、人類がもしかしたら絶望した、絶滅した後に残るかもしれない、いろんな、ですね、種、その人工で手を加えた種とかも含めてその種を貯蔵している貯蔵庫がある。そのことを発表してどうするんだっていうことなんですけど、実はこれが国連とか WF ワールドエコノミックフォーラムが、今抱えている問題と見事に合致する戦略の上にこれは作られているってことをこの人は書いてるんですけどね。先週はちょこっと、この、青材のね、このパンツが見えるところまで見せてましたけど、今日はパンツの中身まで見せてしまおうかなというちょっと下品な言い方で申し訳ありませんけど、それを喜ぶおじさんがたくさん出てますね。ということでその核心に迫りたいと思います。今日の核心は WF、とそして WHO が実は優先思想、それ UN 国連もそうですね、優先思想の実はど真ん中、人を人とも思ってないやつらがその国連とか世界を支配してるんだよっていう端的な例を今日からの、今日は述べますので、ね、皆さん、身の赤をかっぱじいてよく聞いてくださいね。それができない人はおとなしくお腹いっぱい、放散団子を食べてね、横寝ててくださいね。というわけで始めます。2030年までに国連は全ての食糧危機をなくすという名目のもとにこの種子をね貯蔵する、そういうボルト、それ貯蔵庫っていうのをね作ろうとしてるんです。それは真っ赤な嘘。彼らは2030年って目標を掲げるのは私は何回も言いました。 WF のそのやつらの目標の中に入ってるわけですね。2030年までにやつらはこのグレートリセットを推し進めて人間を管理化する方向に持っていきたい。だから、各都市に命じて、わけのわかんないね、スマートシティ、頭にチップを埋め込むのがわかんないけど、半分ロボット化された、そういう近未来の、絵空ごとを、政府を通して言わせてるわけで、彼の目的はそこら辺が、その最終的なね、その分水量になるわけで、それに向かって今、世界をわざと破滅に向かわせてるのが彼の戦略と何倍も言いましたね。つまり、このウクライナ紛争によって、先ほど影さんも言ったけど、各国が資本主義、特に西側の国がものすごい財政支出を何十兆円も使っているのそのためなんですね。これはわざと、その彼らが支配する中央銀行を破綻させるためです。それにより彼らが、今我々がね、寄って立つこの資本主義というのを瓦解させたい。我々が使っている今法定通貨、フィアットマネーなんですけど、そのフィアットマネーの価値をゼロにしたい。そういう連中がいて、その彼らが何を残るのか。その後に来る CBDC、長男さんが名前したデジタル通貨ですね。彼らの新しく管理する、人類を管理するためのツールであるデジタル通貨を導入するための、そのためのきっかけとしてわざと、この、財政出動、その旗に向かって真っ白になった。これが今の現状になっているわけで、この種を、ね、植え込むというのはその後の世界、彼らをコントロールするための、そのための目標の一つになっています。でこれね、人口論っていうのは先週発表しましたけど、これを、1898年かにこの人口論っていうね、地球上の人口は増えすぎて過当な人民によって危機に陥ってるなんてわけのわかんないパップラパーの、マルサスっていうねイギリスの、貴族みたいなやつが言ってますけど、そういった真っ赤な嘘っていうふうに全人は言いましたけども、それをもとに実は地球は危機で、大変なんだって叫んでるのがこの国連とかWEF とか、あるいは、世界人口基金とかね、わけのわかんない、名前、名称がついてる人、そういうやつらがそういうことを叫んでる。これは真っ赤な嘘だと。私は何回も見ましたけどね、データあります。まあ、それは置いといて。そしてその根拠になってるのはこの人口論、マルサスと言っ
ってことですね。でこのマスターズのボロクソに言ってるのが当時のこの論を読んだカール・マルクスね。その皆さんご存知のように共産党宣言って書いて共産主義の一番最初のきっかけですから。だからって言ってマルクスが正しいとこ私言ってるわけじゃありません。マルクスは残念ながらこの、人口論を見破るくらいに優秀な頭脳明晰な頭脳があったということなんですね。是々非で論じなくちゃ。マルクスのこの評価は評価は私は正しいと。ということで、この人口論ボロクソに言ってますけども、この人口論を推し進めている国連が、その将来の、ね、地球人口が破綻した時のために、このノアの種子の箱舟と言われる、このドムズデイ・シードボルト。ドムズデイというのは要するに、世界最終、あれですね、キリストが降臨するドムズデイのことですけど、それに備えて種を集めましょうということで、その資金を出したのが誰か。こっからが私の発表の主なポイントになります。いかにうさんくさい連中がいるかってことですね。まず筆頭に上がるのは、皆さん、ご存知のようにあのモンサントですね。アメリカのモンサント、世界中から忌み嫌われているモンサント、タイガーマスク以上に嫌われていますけどね。モンサントを、買収したバイヤーコーポレーションですね。バイヤー、ごめんなさい、バイエルだな、正確に言うとね、頭痛薬というのはバイエルですけどね。あのバイエルは皆さんね、ドイツの優秀な会社だと思ってる大間違いですよ。バイエルがもともと大金持ちになったのは、第二次世界大戦の時に、例の有名なナチスのためにね、ツクロンベイっていう、毒ガスと言われていますけど、実は毒ガスじゃないんですけどね、ノミとかシラミとか殺す殺虫剤ですね。それを使って、連合軍がそれ、ドイツで、例の、あの、なんだったっけ、ワルシャワの、ユダヤ人強制収容所の時に、そうそう、アウシュビッツに行った時に、そのチクロンベイの、缶がたくさんあってね、このどこのマークね。だからこれを、ユダヤ人のために虐殺使ってたの、それは嘘です。こういうところはね、獣医師の人の賢いところね、巧妙に、ちょっと、ある事実をもとに膨大にそれを、膨らむかして、マルティプライして、嘘を言う。まあ、嘘を言って言ったら失礼かもしれないけど、うまく、それを宣伝ですか。実はあの、チクロンベイっていうのは、彼らがね、当時流行ってた、その強制収容で流行ってた、疫病、それを殺すために、そのシアミとか、が大量発生、不潔なところですかね、それを殺すために、開発されたことで、これを開発した会社が、IZ フェルマってね、有名な会社なんですけど、それにちなみにお金出してたのは、イギリスの、イギリスのアメリカのブッシュ家ですかね、皆さん、これ勘違いしちゃいけないですよ。イギリスのブッシュのやつは、マックロ・クロス家。汚い、お金で成り上がった汚い成金の連中ですかね。彼のおじいさんの、武士のおじいさんがこの IG フェルバンの、創立者といっても間違いないくらいお金を注いでいた連中ずっと続いてるわけですね。その汚い連中はね、その IG フェルバンを、参加に、の参加だったのがバイエル、それでお金を成したのがその今のバイエル工業というような世界の、トップの企業になりますけど、そのバイエルが、まずはその、出資者の一人、そしてその他にはどういう会社があるかというと、デュポンですね。調達者は多分、ご存知だと思いますけど、死の商人って言われてね、爆弾とか作って大金持ちになったあのデュポン家、が支配するそのデュポン家の 農農薬部門ですね。農薬部門が、同じように出資してます。そして、もう一つ、忘れちゃいけないのは、これ、シンジェンタっていうのはね、新興の企業ですけども、新興じゃない、スイスの企業ですけども、このシンジェンタっていうのは、実は今、吸収合併されて、中国のね、何だったっけ、ケムチャイナか、国営企業ですね、それに買収されてますけども、だからといって中国が、悪のソークスの WF の、手先になってるか、そうではない、ここら辺は、和田先生も前に言いましたけども、ロシアが、ソビエトが崩壊した直後に、ロシアの巨大企業の国営会社がね、そのロシア時計とか配下の、金融傘下によって、バンバンバンお金入れられて、その傘下に下ったように、今、中国にあるそういう国営企業をどん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 通して、彼らの支配下にしようとする金融勢力がヨーロッパにいるわけだ。そいつらがお金を出して、その国益を黙らせるために、こうやって進出してるわけですね。それと中国共産党はおそらくは暗闘してるはずです。どっちが勝つかまだ分かりません。という状況なんですけど、まあ、とりあえず、その、なんだったっけ、さっき言ったケムチャイナは、そのシンジェンタを買い取りました。そしてシンジェンタっていうのはスイスの企業で、ここで調べる限りは、2002年に、実は、ノバルティスト、ノバルティスト、アストラゼネカですね、悪名高い。と言っちゃ失礼ですけど、ワクチンを作ってるところですね。それが、実は、農業部門を切り離して、そして統合してできた会社です。で、スイスの会社です。で、こいつらが金出してるからも分かるように、こいつらは真っ黒クロスキャン会社なんですね。信じてたね。人々のためになるようなふりをしてたけど、でも大体医療系の会社ってのはこういうふうに、金融のね、コングロマリってんですか、全部支配してますか。で、その新ジェンタを、実は、そのモンサントは、2015年に買収しようと動きんですよ。2014年だ。ところがアメリカの財務省が、そのね、タックスをスイスの方に移されるから、
お金をもしそれスイスの会社が、その、買収されて、モンサントがそれ、スイスの会社を買収したら、本社をスイスに移されたら税金がモンサントが下りなくなるかね、それは、財務省がノーしたわけですね、当時の、アメリカ政府は。それで、仕方なくこのシンジェンタは中国の方に身売りしたっていうのが、その経緯なんですけども、まあことほどさようにこのシンジェンタを飲み込んだ、そのなんだったっけ、ケムチャイナは、こうやってね、実は巨大企業の方を飲み込んだ方がその下の支配下にある構造の典型なんですよ。これを同じことをやられたのは最近ね、武田工業ですね、武田薬品工業か、あれが確かどっかの有名なね、ドイツの会社、買収しましたけど、なんだ8兆円か10兆円忘れましたけど、あれは実は武田工業が、日本の誇る武田薬品が海外を買い取ったんじゃありませんから、間違えては困りますよ。巨大な企業の方を、そう食い込む時には、やつらから命じられて、お前らお金出すよって脅されて買わされるケースです。これと同じことをやられたのは、あの三菱 UFJ ですね、アメリカの会社、モルガン・スターレ、の、銀行、ものすごい出資しましたけど、あれはモルガン・スタンレーに命じられて、お金を出させられて、その上買い取ったというふうに、さも日本人の自尊心を くすぐるような真似をしてますけど、実は命令されてお金を出させられた、ただの奴隷にすぎません。それと同じことが、ここでも言われるということなんですよね。ということで、この3つの会社が、この、ボルト、そのつまり出資する会社にお金出してます。で、ここから分かるように、こいつら、は、モロ、そのアメ西側資本主義の、ね、ど真ん中の連中、そいつらがその種をね、地球がいつか、破綻した時に困るからその種を、残しと、そのためのさも人類のために なるようなふりをしている団体の資金源になってるわけですよ。ということは考えることは答えは一つしかありませんね。もしそのようなことが起こった場合というか確実に起こるでしょう。2030年以降にグレートリセットが起こった後に彼らは一生懸命自分たちはこの地球を支配することを目的にしてるんだから当然種子、人類は食べるね、その農作物に一番そのリソースを当然です。なぜそんなことは言えるんですか、クソ大が。その一旦の証拠は我々がついこの前直面した TTP トランス、トランス何かだっけ、なんとかパートナーシップちょっと忘れちゃったけど、TTP ですね、TPP でしたっけ、TPP ですよ、ごめんなさい、トランス、パシフィックパートナーシップか、その、TPP にあやく参加し、強制的にさせられようとは結局参加したけども、あの時トランプが待ったを仕掛けて日本はなんとか命に飲みましたけど、あれを強力に推し進めたのはこのモンサントなんですね。あれがあのまま推し進めれば日本の農家はほぼ全て彼の収入が落ちるところだった。にもかかわらず、SF 欲とキチガイカルトと、バカ、自民党の支持者はあの種苗法ってね、自国民から盗む自民党が推し進めた種苗法を賛成しようとした。種苗法はその TPP が通んなかったから、やつらが手を変えて襲ってきた違う形の、日本の農家を丸呑みする策略に過ぎないわけですよ。だから種苗法は絶対通してはいけない。日本を愛する人だったら、あれには賛成してはいけないっていうのが私のこの前の去年の、ね、発表の中に言いましたけど、あれもその形のうちの一つなんです。で、そういうことをやってる連中が種を独占して、いつかは自分たちの利益のために、その、その北極につくね、貯蔵庫を作ってるっていうその端的な例なんですけども、この時にもう一人偉大な、我々のよく知ってる名前の、財団法人がたくさんお金を出します。誰ですか？出ましたね。ビル&メリンダ・ゲイツ財団。ね、これはもう COVID-19 号が、登場始めてからずっと言われてますけども、優生思想のど真ん中の人たちですよね、これによって、メリンダの方がね、結局、ビルの方がなんか有名なエプスタインのねロリータエクスプレスにビルが何回も乗って20何回だったかな、記録に残ってるのがバレちゃったから、私はあんたと離婚するよって別れちゃったけども、このビルが、エプスタインと会ってた理由はおそらく優生学のことに関して、エプスタインと話してたでしょ。エプスタインはね、ロリコンの、娘を使っていろんなたらし込みをしてたけども、同時に自分の遺伝子を使ってたくさんの子供を産むっていうね、優生学思想の実験をしてたんですね。南米で実はそれを密かに進行してました、学者を使ってね。その意味で多分、クリントンじゃねえや、ビル・ゲイツ意見があって、その、エプスタインと一緒にロリタエクスに乗ってたんだと思いますけど、そのビルンダ・ゲイツ団体が、この、種の種子の貯蔵庫にもお金出してます。もう役者を、大体それましたね、世界の大金持ちのコングロマリットの医薬系の会社、農薬系の会社がお金出して、そしてビル、メリンダ・ゲイツ財団がお金出して、
その挙句、寄ってくる連中はもうゴミみたいな真っ黒クロスケの連中ということで、最後の締めで、ここに一番、お金支えてる人は、一番、重要な人として、この人の名前は必ず言及しなくちゃいけないな、ロックフェラー財団です。来ましたね、ロックフェラー財団。必ずこういう人が顔出します。ロックフェラー財団知らない人のために考えたり説明、しますけども、彼は、ね、1970年代からずっとこの遺伝子組み換えバイオテクノロジーに対して投資してます。いつかこうなることを予想してたっていうか、先週も言いましたけど、彼らがやったのはマッチポンプ。自分でシナリオを書いておいて、それに向けてマスコミを使って、ああこうなるぞ、危機は必ず訪れる、そのためにあなたたち準備しなさいよっていうふうにやって、その国連とか使って自分たちの、思い通りの青写真を描くのはこのロックフェラー財団。彼らが、出したレポートを2010年の段階でね、この、COVID-19 号が地球に、蔓延して、2015年だったな、どっちか忘れたわけ、そこら辺に蔓延して、パニックになるって、ちゃんとロックフェラー財団のレポートを書いてあります。なぜですか？彼らがシナリオを作ってるからなんですよね。まあ、そのロックフェラー財団の上にいる人たちがいるんですけども、そいつらが作らせる。このロックフェラー財団もお金出してますよってことです。そして、全部で650万円以上の、ロックフェラー財団が種子持ってるんですね。この、北極の中にはその650万の種子から450万以上、提供してますけどね、やつら考えることは一つ、いつか地球を、その、ね、グレートリセットで、一元化した後にその種子のすべての、遺伝子組み換えの、ね、技術と特許を持ってますから、すべての利益を独占することができる。これはロックフェラー財団の考えていることですよね。で彼らは、ね、ずっと昔からこの優生学のど真ん中やってまして、例えば、優生学プログラムって進めるために家族計画とかね、あの近所 の、 なんだっけ、機械で100円入れると出てくる、100円じゃないか、今1000円くらいですか、あの家族計画と同じですね。要するに子供を産むなってことです。それとか、あるいは、避妊具、不妊手術、人口削減をずっと推進してきました、ね、優生学者ですから、人を、彼らが見る過当な、ね、アリンコとか、そして豚とか、そういうやつらに子供を産んでほしくないわけです。必要最低限、5億かな10億かな分かんないけど、ね、彼らの目標とする人数で抑えておきたいですね。そういうやつらをずっと、彼らは目標にしてきました。そのロックフェラー財団の中で、注目されるのは、なんだ、キャトリー・カールソンという人が、カナダ人の、女性なんですけどね、この人を調べました。カナダの、ね、シビルサーバントだったけど、多分公務員なんかの、上級官僚なんでしょうね。経歴調べると世界銀行、国連とかのチェアだから議長をやってるものすごい優秀な女なんですけども、出身大学がブリティッシュコロンビアユニバーシティですね。カナダの有名な大学、私人間の大学と同じくらいかな、なっちゃってね自慢じゃないですけども、というふうに、そのくらい、優秀な女なんだけども、こいつが、WHO ですね、国連の世界保健機構のポピュレーションカウンセルのプレゼント、ポピュレーションカウンセル、このロックフェラー財団がお金出している人口、評議会っていうけども、実は人口を抑制したい評議会っていうのが、正確なんですけどね、それのチェアマンです。こいつがこういうふうに上から下ってきて、こうやって指揮を温度を取るわけですね。彼女は優秀な頭のいい人だったから、多分リクルートされたってことですね。彼女ももちろんワールドエコノミックフォーラムに呼ばれて発表してます。全部上ではつるんですね。同じところが何回も何回も同じ団体で顔を出してるわけですよね。そして、このロックフェラー財団が、設立したポピュレーションカウンセル、ね、人口評議会、どういうことをやってきたかっていうと、ここからが核心なんですけど、急いでいきましょう。長谷さん発表前に、1990年代この国連の、一機関であるポピュレーションカウンセルはニカラグア、メキシコ、フィリピンで15歳から45歳までの女性数百万人に、ね、我々が子供の時によく恐れられてた破傷風ってありますね。釘とか踏んでそこから菌が入って、そして死んでしまう。その破傷風のための一大キャンペーンをしました。破傷風をなくそう、その命を、ね、助けよう、そのための立派な目的のために、その時にこのニカラグア、メキシコ、フィリピン、全部これ途上国ですね、貧しくて多分医療費が払えないからとか、そういう配慮のためにここでやったんでしょうけども、その破傷風キャンペーンをした、破傷風のことはデターナスって言うんですか、ね、その時にね、ある団体が不審に思って調査に入りました。なぜなんですかっていうと、この破傷風っていうのにかかる可能性は女の子だけじゃないはずです。もちろん男もいるはずだ。破傷風には男女関係ないでしょ。
でもこの国連のポプレーションカウンセル、ロックフェラーが支持したポプレーションカウンセル、なぜか結婚適齢期の15歳から45歳までに限ってその破傷風のワクチンのキャンペーンをしたんですよ。それを不審に思ったカトリック団体ね、こういう時にカトリックの信者団体、優秀な、組織なんですけども、コミットプロビド、ビデデメキシコ、すみません発音が悪いですね、これ多分スペイン語なんですけど、その人たちは不審に思い、そのサンプルを検査した結果、WHO がその妊娠可能な女性だけに接種しているという破傷風ワクチンには、ヒューマンクロロニック、コロナドロフィンですね、HCG、これ日本語ですと、ヒト絨毛性ゴナドドトロフィンってね、HCG って言うんです。まあ言いにくいですね、HCG。よく覚えてください、このことは。HCG という天然ホルモンが含まれており、これが破傷風毒素キャリアと結合すると、その抗体、免疫を刺激して、女性が妊娠を維持できないというような真相が分かったそうです。ね、これがこの、WHO の、推進していたポピュレーションカウンセル、ロックフェラー財団が、お金出している団体が意図的にやってたことなんですよ。彼らの名簿がこうでしたね。この、その途上国の貧しい人たちが破傷風にかかって命なくすかもしれないが、そのために我々はワクチンをただで打ってあげる。皆さん来て来て、そしてただで打ってあげるよ。その結果、結婚適齢期の、この途上国の人たちは、この HCG、これ自体は、その、多分ね、妊娠を維持するためにいい薬なんでしょう、ワクチンなんでしょうけども、それが破傷風と合致すると、その女性が子供を産めなくなるという結果が分かったんですね。これが一大問題になりました。そして WHO は、その、クリスチャン団体に言われて、そのね、責任者を、現場の責任者をクビにしてます。ただクビになっただけだけどね。で、これは要するに科学的に言うとどういうことかっていうと、この HCG というのはね、女性が妊娠中に、のみ生産されるホルモンで、その妊娠を維持するために必要なホルモンなんですよ。ところがどっこい、この HCG はいろんな、ね、この破傷風キャリアとかに結合すると、その逆に免疫を攻撃して、それを、維持できなくなるということがここで分かったわけだけども、実はなぜ今日私はこんな古臭い話を発表したかというと、この HCG がこの我々が今直面している COVID-19 号のワクチンの中に入ってますよっていうことを言いたいんですよ、ね、これは実は 私のごく近しい人の LINE のコミュニティの中で先々週に流した、ね、だってこれ勉強してくださいねって言いましたけども、このワクチンの中に、ね、COVID-19 号ですかね、Google さん間違いないですよ、 COVID-19 号だからね、私は別に、コロちゃんとか言ってませんよ。COVID-19 号ってね、ガオって鉄人みたいな、ヒーローがいいんですけどね。その、HC にネガティブな影響を与える、可能性があって、そしてそれが結果になって、その結果が元になって、こういうニュースがあります。MDEDGE.com、これはMedicalGE ってね、メディカルジャーナルって多分それの役所なんですが、メディカル、メディディジドットコム、2020年の4月4日の、イギリスのジャーナルの方からこういう結果が出てます。世界中で例えばアメリカ、インド、イタリア、トルコなどに女子児童、ちっちゃい女の子ですね、思春期、早発症の急増の例が、世界に蔓延していると。どういうことですか。つまり、ちっちゃな女の子は、ね、本来発症する、可能性が非常に低い。例えば5歳の女の子は言いなり乳房が膨らんできたり、あるいは何だっけ、10歳くらいの女の子に、8歳くらいの女の子は初潮が始まったね。初潮ってあの子の偉い人の初潮じゃないですよ。ね、死んでしまいました。黒沢さんだけ笑ってきましたね。その、初潮が始まったり、まあ、要するにありえないことが世界で同時多発的に起こって、それがニュースになってます。でこの時にこのメディカルの、発表したレポートでは、
これワシントンポストが報じてますよね。ワシントンポストね。ワシントンタイムズのあの基地外の統一教会の間違いね。ワシントンポストだこれは、大丈夫なんですか。ワシントンポストの方が、報じるには、これはおそらく世界のいろんなその女の子たちがね、ロックダウンによるストレスのせいだ。ごまかしをしてますけど、真っ赤な嘘と私は思います。それはさっきも言ったように、なぜなら、この HCG の分泌を行う部位の新知心っていうね、新知心っていうものがありますけど、それがこの COVID-19 号のワクチンにより攻撃を受けると妊娠できなくなるって論文を発表してる人がいるんですね。この人の名前はジェンシー・チャン・リンズィーっていうね、アメリカの、医学者です。その論文は私もちょっと読みました。その、人の論文によると、そのね、ワクチンを打たれたかもしれない、ちっちゃな女の子とかが、それに反応して新知心が体内に生まれて、それにより、妊娠ができなくなる状態が妊娠ができなくなりました、その成長ホルモンに異常を引き出し、そして、その女の子たちの早期の性成長が促されて、もしかするとこれはさっきも言ったように、そのね、WHO が数年前にやった実験で、この人獣毛性ゴナドトロフィン CGC が、そのメキシコとかで起こったように結婚適齢期の女の子に影響して、もしかしたら妊娠できなくなる可能性は高いかもしれないってことなんですよね。で、私が言いたいのは、これを推進しているのが国連の WHO とか、ね、あるいはロックフェラー財団とか、あるいは、メリンダ・ゲイツ財団、そこのお金を差してね、そしてそれと仲間になっているさっきの医薬系のね、モンサントとか、そしてそれの、親会社バイエルとか、そういうもうどっかでも名前見た連中は必ず顔を出してくるわけです。というのはこれは結論一つしかないですね。先ほどの影さんの話もしたように、これは資本主義である限りお金を背金をする宗教なわけだ。背金主義の宗教の上に立ってるやつが、そのお金の力を使って、宗教の力を使ってピッピッピッと糸で引っ張り上げるわけですね。そいつらが集まって作ってるのが今のこの郵政がど真ん中の WEF 世界ワールドフォーラムの連中の、官僚集団です。だから彼らが目指すのは一つ、何遍も言いました、優生学に染まったユージニクスですけど、そいつらが目指す世界、それに向かってやつらは着々といろんな布石を打ってるよってことなんです。当然この今の見られる現象、ウクライナ、それ ロシアの封鎖もまたしかり、そして今密かに進行してるね、これいつか発表してありますけど、日銀が狂ったように円安に向かってますけど、この黒田がやってる、日銀黒田がやってるけど、まさにそれです。日銀黒田のニュースはね、最近アメリカのニュースやると、頻繁に出てきますよ。やつらが狙ってるのは、さっきも言いました、西側の資本主義は経済破綻まっしぐらで、このグレートリセットを演出するためにわざとその糸組の、書かれたラインの上にうまくうまく、その、ね、百票を踏むような感じで皆さんを騙し騙し進んでるにすぎません。そういうことに注意しながら世界の動きを見ると、また違った意味で面白いかもしれませんと思うタイガーマスクでした。それでは今日の発表はこれまで。ちょっとだけ時間が何だったんで、タイガーさんちょっとだけやりますか。はい、はい、はい、皆さんこんにちは、立花健三と申します。じゃあ、じゃあ縄文で声が少し枯れました。初めてね、私あの芸術、素晴らしい芸術に触れさせていただきました。高谷先生とおっしゃるんですか。高谷さん、はい、ありがとうございました。今日はまたこのこともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日は手短にですね、2つちょっと私ご報告したいなと思ったんで、今日ちょっとあの話させていただきます。手短に、心変わりが2つあるんです。まず1つ、前回の参議院の選挙の時、山本太郎さん、令和の新選組を応援一生懸命させていただいたんです。で、今回はやはり参政党です。というのは、まずあの令和新選組っていうのは、山本太郎さん自身
とっても素晴らしいし、私は尊敬いたしております。あの方には文句は何にもありません。しかし制作が、要するに消費税をゼロにしてっていうお金持ちから取るという、それも一つのいい方法かもしれませんけど、私の個人的な考え方は、今まで通りお金を書類とか何とかにかけずに今まで通りやって、消費税をゼロにした思いをして、その分本当に貧しいっちゃいけないですね、低所得の人たちにダーって埋めちゃう。そうすれば結構この貧富の差が少しずつ縮まっていくんではないかと。ですから消費税ゼロにしてっていうところがどうしてもね引っかかります。それとなぜ参政党かと言いますと、私個人もよく参政党を勉強させていただいて、そして党首の一人であります松田学さんとはすごいいい関係、友達で、付き合わさせていただいております。ちょっと変なこと言うかもしれませんけど、あの方はやはり大蔵省、それから財務省のとてもお偉い方だったんですね。ですごいいい地位についてらっしゃって、全国の銀行の頭取さんが一度ぜひお会いしたいっていうぐらいの立場にもいた方、そういう方でありながら、こういうことを言っていいのかどうか分かりませんけども、背金主義で先ほど散々出てきました、背金主義と全く逆の世界にいらっしゃいます。というのは、あれだけ財務省の偉い方だから、きっとご自宅行ったらすごい家に住んでらっしゃるんだろうなと思って行ったらば、全然そうじゃないんですね。もう本当にもうローンで、これローンで建てて土地はちょっと、とかっていう形で、本当に普通のサラリーマンの人が、それと同じ状況なんだな。で、車もとても古いものしか乗ってらっしゃいませんでした。で、そういうことですごく松田学さんっていう方をすごいしっかり理解することができましてね。まあそんなことで、で神谷さんという人はお会いしたことないんですけど、あの人の演説を聞いてますと、私個人も昔衆議院選に出たことあるんです。というのは、あまりにも政治家の人たちがだらしなさすぎたんですね、与党も野党も。で、本当にね何かをやりたいということであれば、まあなんて言うんですかね、まあ神谷さんみたいで、私はあの方がおっしゃってることが本当によくわかるんですね。議員になりたいわけじゃないんだと、でこういうことをやりたいんだという思いがとても強いもんですから、そのためにはこの座がどうしても必要であるという、本当にねこの世の中のために自分を犠牲にしてこの世の中を良くしていたいという思いでなさってるっていうのが伝わってきますから、私は参政党を応援させていただきます。それから最後に、どんなことがあっても電車の中とか他のところマスクはしないっていう主義でずっと来ました。今はもう電車であろうが、まあ外はしませんけど、人の集まる場所であればものすごいいいマスクを必ずつけるようにしてます。前とは全く逆で、電車の中はしょうがなかったからただつけて終わったらすぐ外してましたけど、今はもう必ずマスクを、しかも上等なマスクをするようになりました。これはね細かいこと言う必要ないと思います。皆さんたちよくご存知だと思いますから、特に注射をお打ちになった方たちの皆さんのと一緒にいるときにはもうしっかりとマスクしたいししております。すぐその後どっか喉がいつも痛くなるんですね。だから喉ルールスプレーをピュッピュッピュッと塗って、それで解決しております。ですから皆さん、まあ今日はね売ってらっしゃらない方たちばかりだから安心ですけども、常にうがい、あれはそれと喉ルールスプレーでシュッシュッシュッとなさった方がいいと思います。以上です。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、時間がないから一言だけ申し上げておきますが、
まあ、毎日私はウクライナ問題を喋ってます。まあ、世間は G7 の国々の報道はゼレンスキーは立派な政治家で大国ロシアと勇敢に戦ってる。だからゼレンスキーは我々はお金も出すぞ、武器も応援するぞ。こういうことで日本人のほとんどもそう。国会においてもゼレンスキーのオンラインの演説で山東昭子が司会でゼレンスキーカッカと言ってるわけ。カッカと言ってそういうその機能まで。アゾフというのはテロリストの組織だと G7 の国々は全部認定してたんだよ。 IS もテロリストです。タリバンもテロリストです。ヌスラ先生もテロリスト、ね、今のアゾフ連隊アゾフ大隊もテロリストだ。まあ、1ヶ月経ってゼレンスキーが戦争に巻き込まれた、助けてくれと、金くれ、武器くれと言ってる。それに日本の政治家は、カッカと言ってる。それでプーチンはカッとなったわけ。だから ICBM を北海道で撃ったでしょ。また北朝鮮からどんどん撃ってくるでしょ。いつ核弾頭にこの日本が被害を受けるかわからない、もう危機に今直面していたわけ。だからそういう意味で本当に善はどっちで悪はどっちなんだと、善悪の判断もできないこの堕落した民族になったのかと。私はずっと善はプーチン、悪はテロリストであるアドフ連隊、ゼレンスキー、ネオナチだと、こう私は言い続けてるわけ。最近このライブでこうやり取りすると、数多くの人たちがプーチンを応援したいと。まあ私はプーチンを励ます会を今作ってるから。昔はあのオサマ・ビンラディンを励ます会を作った。その前はカタフィを励ます会を作った。だからあの男はなぜ悪いのほうやつばかりを励ましてるんだろうかと。ほんで私もテロリストみたいになってる。本当のテロリストはね、あのゼレンスキーである。だから言うとでしょ、ロシアのプーチンは今、我々の狙いは、我々のミッションは、いわゆるアゾフ、ネオナチ、これをウクライナから取り除くことだと言ってます。だから皆さんも、そこ、悪いのはネオナチであり、そしてアゾフ連隊であり、そこから担ぎ出された大統領のゼレンスキーであると。だから善悪の判断を間違わないようにプーチンを励ます会に入会していただくようお願いします。さすが長富さん、いつもブレないで正しい方ばっかりを支援していらっしゃると思います。これを見た方もですね、ぜひ白菜会にいらっしゃって、プーチンを励ます会に参加していただきたいと思います。ありがとうございました。